それで。さて、さっさと終わらせよう。はっ。こいつは見た。この素材何かで見た気がするな。こんなところで手に入るのか。先手を取った。はっ。これもおまけです。そこ、ま、楽勝だよな。初めて発見したみたいだ。料理の材料になりそうなものですね。私は料理された後の方が好きですが。お、光り輝くそいつは宝。今のうちですよ先輩。邪魔するな。手加減なしだ。切り裂け。いつもこれならいいんだけどな。もっとこう。ちょっとは強く。採取が終了し。なんだあれは。気をつけて。強い魔物の気配がするよ。よし、一応やるか。弾をお見舞いするぜ。ごついの行くぜ。飛べ。了解です。邪魔するな。手加減なしだ。切り裂け。ガラ空きだぜ。行くぞ。はっ、さっさと決めてやる。では、決める。そのまま寝てろ。一丁ド派手に行くかい。派手に行こうぜ。なあ、おい、
その身で味わえだ。おら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 、一枚だ。精神を集中して、いっけー。これでどうだい。先手を取った。行くぞ。ソラ、おとなしくしてな。了解です。援護します。この程度乗車もありません。調合の材料。これから。何か見つかってる。光るタイプだな。俺のメガネにはまだかなわないけどな。珍しい素材が見つかるように。こいつは見たことがないな。油のようですね。これで完了だな。採取作業完了です。効率のいい。はさて、改造に使えそうな材料ってなかなかな。さて、何が入った。これは役に、今のうちですよ、先輩。ガラ空きだぜ。援護します。もう一丁。私だってやってみて。いくよ。やった。どれ。どう。と。みんなお疲れ様。こいつは。これで完了だな。
みんなでやると簡単ですね。先輩たちに負けないように私も頑張ってお仕事しますね。こんなものでも材料になるのか。使えるものは有効活用してやる。これは一体なんだ。魔物を全滅させたようです。ようやく体が温まってきたところだ。こいつの出番だな。それお、何かあるな。いいね、こいつはすごい発見だよ。いろんな使い道が考えられるね。これは使えそうだ。拾っておこう。先輩、採取調査。ここは調査のし、これ。こ、初めて発見。これは油？歯車の滑りを良くするのに使えないかな。こ。これは過去の時代の資料のようね。持ち帰って詳細を聞く。は、今ので最後だな。あ、こ、調合の材料拾っちゃった。何に使おうかな。お、光り輝くそいつは宝石ちゃん。いいもん拾ったじゃねえか。おい、採取物のサンプルはもう十分よ。他のことを調査しましょう。先輩、どこに行く。ここは地上に出たのか。私の能力が役立つ場所だというのですが、戦闘なら任せてください。はっ。これいろいろ書いてあるけど何だろう。昔の資料見て。これは役に立ちそう。こ、は、こ、今ので最後だな。辺りから魔物の気配が消えたみたいだ。
いろんな使い方ができますよね。これは何に使う？なんだあれは。採取できそうなものは大体取ったよな。さて次は何をするか。よし一応やるか。当たってくれ。まるでだぜ。一緒に行きます。援護します。もう一丁。はい。近日を発動します。あまり関心、あまり関心し、この依頼、どう、この、どう、どうもお疲れ、どう、どう。
これもいけるかな。うまくいきますように。うん、いい感じ。これもいけるか。これそれじゃあ、やっとの戦力を引き、これ完成したよ。どうも、どうも、こ、どうも、こ、どうも、このい、どうも、今やっぱりあなたとは分かり合えないみたいね。あれ、スレイヤさん？どうして酒場に？待ってくれよ、誤解だ。別にそういう意味じゃないって。じゃあどういう意味だというの？詳しく聞かせてもらおうじゃない。そんなのじゃないわよ。単純に意見の相違を徹底的に指摘していただけだわ。それを喧嘩って言うんですよ。一体何があったんですか？いやな、スレイヤって本当に研究とかにしか興味ないだろう。他にも可愛い趣味の一つや二つでも持ったらどうだいって話をしただけなんだが。何よ、その言い方だとまるで私の生活がつまらないみたいじゃない。いや、実際つまらねえだろ。気分転換にいろいろとやってみようぜ。裁縫とか料理とかさ。あ、それいいかも。簡単なお裁縫だったら教えられますよ。考え方が古いわね。女性だからそういうことをするなんて考え今時流行らないわ。どうせならもっと知的な趣味を持つべきだな。専門外の分野の本を読んだり自己啓発でもいいわね。おお、全く関係ないと思ってた知識が役に立つことってありますよね。そういうのもわかるぜ。わかるんだが、わかってくれねえかな。もう何を言ってるのかもわからないわ。せめてもう少し考えをまとめてから意見を言ってちょうだい。時間の無駄ね。仕事が残ってるからこれで失礼するわ。じゃ、まったくどうも馬が合わないね。どうせ喧嘩になるなら変なことを言わなきゃいいだけなんじゃ。そうは言うけど、せっかくの美人がもったいないじゃねえか。というものの
本人があの調子じゃ仕方ねえな。俺たちは徹底的に相性が悪いらしい。そうですか。仲良くできたらいいのにな。俺は仲良くしたいんだけど、向こうにその気がなさそうなんだよね。そうか。レイファーが軽口叩くから喧嘩に発展してるんじゃ。そいつは否定しないけど、軽口も叩けない中じゃ仲良くなったとは思えねえな。とはいえよく話しかけてくるんだよな。あいつも気分転換にやってるんじゃねえの。なるほど。つまりレイファーさんと喧嘩するのがスレイヤさんの趣味なのかな。マジかよ。さすがにそれは勘弁してくれ。どうしたんだい、ルシルちゃん。すみません、間違えました。アビリさん、その…いきなりだからびっくりしたよ。そんな風に呼ぶのはエスカだけだからね。はい。アビンさんとエスカ先輩って兄弟なんですか？ああ、いとこなんだよ。それに家が近所で、子供の頃からの付き合いだからさ、未だにお兄ちゃんって呼ばれるんだよ。実はちょっとくすぐったいんだけどね。そうなんですか。あんまり似てないなってずっと思ってたので。お兄ちゃん、ちょっといい？ルシルもアウィンに用事だったのか？大した用じゃないんですけど、エスカ先輩とアウィンさんは兄弟なのかなって今さら気になったんです。それはまた、ずいぶん今さらだな。二人はいとこ同士だったんですね。いいなぁ、私一人っ子だからお兄ちゃんってずっと憧れだったんですよ。へえ、ルシルちゃんは兄弟がいないんだね。弟や妹ならともかく、お兄ちゃんは後から簡単にできないからな。それもそうですね。俺は一緒に気球をいじってくれるような弟が実は欲しかったけどな。そういう意味ではロジーが来てくれて今結構楽しいよ。なんだよ、俺まで弟扱いか。いいじゃないですか、すごくお似合いですよ。私にとってはロジーさんもお兄ちゃんと一緒でお兄さんみたいな感じです。ん？どうして俺とロジーで呼び方がちょっとだけ違うんだい？え？いや、そのお兄ちゃんはお兄ちゃんだし、ロジーさんはそれより頼りになるというか。それって俺は頼りないってことだよね。違う、付き合いが長くて親しみがあるってことだろう。そうだよ、頼りないなんて全然思ってないから。本当に羨ましいな、あんな風に気兼ねなく話せる身近な人がいて。私なんてほとんど家から出られなかったし、身近な人なんてジーヤくらいしか。で、ごめんよルシルちゃん、勝手に盛り上がっちゃって。どうかしたのか？さっきより元気ないな。